んこんにちは。 ABC の B から始まります。鍵盤弾き語りストシンガーソングライターのピートンです。今日はライブ終わり、たった今自宅に着きまして動画を撮っているんですけども、ちょっとボロボロのお姿ですみません。まず前回の動画から1週間ぐらい経ちましたけども、ピータン髪を切りました動画では初めての報告だと思うんですけども、なんで切ろうと思ったかはいろいろ理由があるんですが、ずっとまあそもそもショートヘアが好きで、昔ショートだったんですけども切りたくて、それでいて自分の好きな芸能人の方々が結構髪を短くされていたりというのが続いたので、まあ今回このタイミングで冬が来る前に切りました。ショートヘア初のライブ映像を後ほどアップしたいと思いますので楽しみにしていてください。今日は何の動画かと言いますと、食レポ動画です。食レポといってもプロではないのでなんちゃって食レポなんですけども、今回は前回の1週間前の動画とは違って、函館ならでは、こっちだけの商品とかこっちだけのお店の商品とかではないんですけど、どうしても食べたくてお店に問い合わせて品切れ状態で予約をしてようやく取ってきたものがあります。こちらです。じゃん、ちょっと反転してるけど、セブンイレブンさんの商品なんですけども、キャラメルポップコーンドルチェ、恋で弾けるって上についてます。恋ですっていうドラマが今やってまして、ヤンキーくんと白杖ガールというサブタイトルで、毎週水曜日の夜10時からやってます。私は長年ドラマから離れててあんまり見てなかったんですけども、最近ですね、原作で好きな作品がドラマ化されたり、あとこの、恋ですっていうのは CM で、ドラマが始まる前にチラチラ見ていて、あ、なんか面白そうだなと思って何気なく見ていたらドハマりして、とっても面白いドラマです。ということで、恋ですのコラボ商品、ドラマとセブンイレブンさんがコラボした商品があるって聞いたので買ってきました。もうでもこちらの商品そろそろ私の行ったセブンイレブンさんではなくなる、もうこれが最後の仕入れですみたいなお話してたので、この動画が上がる頃には売ってないかもしれないんですけども、大変申し訳ありません。タイミングが遅くなりましたが、ギリギリ手に入ったので食べていこうと思います。私あんまりコンビニのスイーツって買ったり食べたりすることないんですけども、今開けてみたら、じゃじゃん、すごい香ばしいキャラメルのポップコーンです。大粒のポップコーンがぎっしり入っています。別になってました。こんな感じです。めちゃくちゃ映画館を匂わせるこの香り、伝わります。なんかポップコーンといったら映画館かディズニーランドを思い出しますね。さて、これを多分、これ、映画じゃないや、ドラマの中でカフェで、いつもの馴染みのカフェでスペシャルパフェとして出されてる商品がこのパフェなんですよね。あ、入れちゃった。なのでこの商品をコラボしたんだと思います。さて、ポップコーンが入りました。自分で入れるのなんか新鮮ですね。いただきます。この、なんだろう、何なのかよくわからないまま食べてみます。キャラメルのポップコーンとクリームのようなムースのような薄茶色の部分を食べます。これポップコーンとこの下のクリーム部分がなんで分かれてるのか分かりました。ポップコーンは薄々感じてたんですけどね、やっぱり食感を残すために、まだサクサクいきます。サクサク、そして大きい粒なので割と噛み応えがある、歯応えがある、
でもずっしりしてるんですけども、中がふわふわで柔らかいポップコーンです。キャラメルがたっぷりかかってる、味がついてるので、しっかりとしたちょっと苦みのある美味しいポップコーンですね。ムース、クリームの下がムースなのかな。下に進んでみますね。変わりました。今までなかった苦みが出てきました。下、一番下にコーヒーゼリーが入っています。美味しいですね。ライブ終わりの疲れた体に本当に染みます。今日はライブ前にお昼ご飯、お昼のライブだったんですけど、たこ焼き7個ぐらいしか食べてないので、ライブのステージでとっくに消化してきました。ポップコーンとの、ね、このゼリーとかムースの組み合わせ最高ですね。ポップコーン自体が香ばしくて甘い感じ、ちょっとザラザラサクサクした舌触りがあるんですけど、下の部分とムースクリーム、コーヒーゼリーとツルツル、舌なじみがいいと言いますか、でもちょっとほろ苦い感じでアクセントが効いていて、甘すぎずでも苦すぎず、まるでドラマを再現しているかのような味わいになっています。ちなみに恋ですの主人公のユキコさんも、白杖ガールのユキコさんもショートヘアの女の子なんですけど、作品でその影響で切ったわけではないんですが、 2% ぐらいだけショートヘアいいかなって思った要素が入ってます。だからといって切ろうと思ったわけではないんですけどね。美味しい。皆さんもぜひ、まだ店頭にあるかわからないけどチェックしてみてください。セブンイレブンさん、恋で弾けるキャラメルポップコーンドルチェミニパフェですね。よかったらお試しください。クリームと、なんだろう、上のムースとかクリームは何味かな、やっぱりコーヒー、ほのかなコーヒーの香りがしますね。苦い、甘くない系のクリーム、ムースです。ではでは、次また食レポ動画、そしてライブ映像もお楽しみに。ビーダンでした。ライブ楽しかった。